前回のあらすじ。季節は春、ゆったりピクニックしてたら、うんちついてるやん。うんちついてたら続けられへんわ。寒、暗、ということでやってきたのはよみうりランド。お花見があんなんで言い訳がないということで、リベンジしにやってきました。桜満開でロケーション最高、大成功の予感がする。やっぱり私春が一番好き。寒い、なんかめっちゃ寒い、春嫌い。いや今年の春寒すぎるやろ。カモン、行くもん。雨降ってきてない？最悪。なんでやねん、なんでこんなの。晴れろし。しかし希望はある。なぜならここは遊園地、アトラクションに乗って体を温めようじゃないか。いや、エグすぎ。雨に弱いアトラクションとなっております。雨に弱いアトラクションです。とても弱いアトラクションです。なんか違うニュアンスの恐怖は乗せせんといて。今やんでるけどさっき降ってたやん、やめて。ジェットコースターも乗ろう。うん、お母さん話聞いて。とかなんとか言いながら。最高、遊園地ってこんなに楽しいんや。知らなんだ。21歳心が高まりました。もう十分遊んだし帰ろうとしたらさ、なんと夜桜がめちゃめちゃ綺麗でライトアップされててさ、ライトアップどころかなんかクラブ、まあ、クラブ行ったことないんやけど。バレちゃう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 、本場のクラブに行ってる人からしたら笑われちゃう。これがクラブかと。お前舐めちゃいる、舐めちゃいかんぞ、恥ずかしい。クラブみたいとか言っちゃったことが恥ずかしい。大満足。綺麗な桜も見れて体もポカポカで楽しかったね、ハム太郎。